助けてあげよう。あこつん、いちこめさんいらっしゃい。いちげとありがとう。あかさはプロジェクト J、たすけさんいらっしゃい。あこつん、のりとぺさんいらっしゃい。あこつん、物欲さんいらっしゃい。あこです。うーたんいらっしゃい。あこさちゃん、つきさんいらっしゃい。あこさは、ざっぱさんいらっしゃい。あこつ、すらさんいらっしゃい。あこつ、フェアさんいらっしゃい。あこさは、すらさんいらっしゃい。いちこめゲット、ビンビンマルさんいらっしゃい。わこ12個目さんいらっしゃい。あこつです、かえでさんいらっしゃい。あこぴーのおまめいらっしゃい。あこすぴひろさんいらっしゃい。あこちゃん、夏目京介さん。いらっしゃい。あこつ18個目さんいらっしゃい。あこ、いにくさんいらっしゃい。聞いたよ、20個目さんいらっしゃい。あこはら育成日記、21個目さんいらっしゃい。あこさん、22個目さんいらっしゃい。よし、行きましょう。この、あれか、光ってる部分に行ける。普段 LR で移動指示ができたような気もする。LR か。教育方針が判明する。中沢蘭、ヒムさんいらっしゃい。ゲームでも育成か。これは見守ってていいんだよな。あ、人間様だ。いやー、今反抗的な擬人を注意していたところなんですよ。よし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 、狙い狙い。うわ、あ、危ないな。ボールのスピードがもっとあったら当たってたっすよ、本当に。投げるスピード、つまり腕の力が弱かったみたい。腕を鍛えられるアイテムで力をつけなくっちゃ。本当に一つ一つだ。アイテムをいろいろと使いこなさなくちゃね。ティンカー、じゃあこれだ。鉄アレイ。プロティン。カミゲイチスいらっしゃい。あてさ、ハリスさんいらっしゃい。あ、あ、投げちゃいけん。今のなんか悪い。ダメだよ。ヒットポイント気をつけてね。55ね。LR ね、今んとこ何も反応しないな。なんだこりゃ。なんか、ヒデジいらっしゃい。巨人の星への道は厳しい。興味持たないなぁ。あ、こちらですの、モバイルさんいらっしゃい。そう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 。今のでいいんすよ。もう一回。そう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 。いいよ、ピーノ。ピンポンピンポーン。今のでいいっす。もう一回。あ、褒める前にセレクトで進化が見れる。大リーグボール4号っす。どこで覚えたその言葉。言霊ロゼさんいらっしゃい。もうちょっと。今の注意でどうなったん？かな？持続しませんね。たくさんら、ずいぶんと可愛らしいゲームですね。うん、いらっしゃい。育成ゲーム。これは、変化がなかったか。反抗しても変化はない。もう一回。うん、都度見るようにする。ダメ。もうちょっと筋トレ。とりあえず、運動性が15人上がったから。コハもね、すぐ飽きるんよ。まあ、
20分が限界らしいんですけどね。開いてくだせー。あ、開いた。注意できなかった。ボールを試しに投げてみよう。うん。開けた瞬間褒めれないな。ピーのこれ。待って。ごめん。これ。ドアのチェーンは出てから。うん、わかった。結構上手かな。今、黄色が光りましたね。で、セレクトで見てみる。あ、ほんとだ。自信と信頼に。おっきい。こんなに大きかったんだ。ガツン上がってますね。何伸ばしたいかな。優しさ伸ばしたいな。優しさと足の力っていうのがある。うん、腕の力は上がってない。根気も欲しいですね。真面目さはいらないから。根気、こう、めげない。頑張ってクリアする。いよいよ今のでいいんすよ。レオンさんいらっしゃい。うん、自信上がってる。運動性も上がってる気がする。褒める前に見ればボール投げによる変動が見れる。うんうん。運動性も上がってないかな。これ8、17、10、13。1上がってるよね。飽きたら連れていくか。気中のとこ。うん、上がった。ただ体力が減っていってる。あ、腕の力上がったよ。6の4のやつは女の子だった。可愛かった言ってたな。上手。そう。今のでいいですよ。コハもね、上手って言ってね、手でパチしてするの。嬉しいんだろうね、やっぱり。褒められてるっていうのはね、わかるみたい。初見アクツいらっしゃい。今日ね、お尻ペシペシはないですね。頭はペシペシしちゃったんだけど。自信と信頼。信頼は大事ですね。言うこと聞いてくれそう。優しい子に育てばそれでいいんです。わかったぞ。ランチ寝ちょる。もう完璧ですね。上手。体力32か。行きましょうかね、じゃあ。自信が上がって運動性19。信頼。よし、行こう。あ、金へとぶっ壊すぞ。これは、怒ればいいんだな。今のなんか悪い。うん、悪いよ。何も下がってないな。ダッシュ。体力減ってるな。遅かった。目遅かった。よし、見てみましょう。あ、人間様だ。当たるかな。とりゃー、オッケー。なんで壊れた。ゴムボールで壊れたぞ。うんうん。お友達になろう。やりすぎ。大丈夫？あ、ありがとう。でも人間なのにどうして？
人間じゃないんだよ。あれ？気のせいかな？君に擬人のパルスを感じる。フレンドやね。首回った。ごめんね、びっくりさせちゃって。あれ？インターフェースロゴだ。ということは。そう、当たり。この子擬人なの。すごく出来がいいってことか、見た目でも全然違うもんね。まだ生まれたばかりの新型擬人だけどよろしくね。僕Pのよろしく。へえ、人間そっくり。すごいなあ。僕擬人、4600型の46号。助けてくれてありがとう。何にもお礼できないけれど。わかんないことがあったらいつでも聞いてね。わあ、ありがとう。ところで、どうして私たち擬人の仲間の擬虫があなたをいじめてたの？うん、それがね、最近人間が擬人をどんどん差別してるんだ。理由はよくわからない。差別してるのに擬虫を使うのだ。さっきの擬虫のように擬人を裏切るやつも出てきた。うんうん、なるほどね。いずれにしてもこのまま、人間と擬人の関係は取り返しのつかないことになるよ。でもピーノくん、君を見てるといつかこのひどい関係を救ってくれそうな気がするんだ。それもとてつもない力で早速破壊しましたからね。期待してるよ、ピーノくん。これからもよろしくね。やるぞー。制服が始まるのか。サラさん、うまくいきましたね。今の感じでピーノをこの島のいろんな出来事に挑戦させ、7つの心回路すべてを起動させて、カイロ J を目覚めさせましょう。わからないことがあったら A46 号に聞いたり、町の人の話を参考にしようね。それではサラさんよろしく。ここでフリーになるのかな。よろしくサラさん。やっべ、第3章農場のファムジーさん。サラさん、この家の近くにファムというちょっと偏屈なおじいさんが住んでて、何でも農業の後継者を探しているみたいなの。ねえねえ、ピーノに挑戦させてみよう。農業をいきなりだな。稼ぐことを学ばせるか。それとコルロタウンのショップにも行けるようになったわ。ピーノに何か買ってあげるのもいいね。服とかかな。でもせっかく買ったアイテムもピーノのストレスが高いと効き目が減っちゃうことがあるから注意してね。トキオに育てるか。調子はどうす、サワラさん。なるほど。ジョナサンいらっしゃい。150個目さん、カリスマ新社さん、チェンさん、マコサハ、クラムゼさん、マコアチャヒさん、懐かしい。168個目さん、171個目さん、カカリン、いらっしゃい。怒りすぎるとストレスが溜まる。要は反復と叱りと体力回復が分かればいい。体力回復はどうするんだろうね。一日経てばいいのかな。コメントいらっしゃい。うん、よろしくお願いします。あ、どこ行くねん、どこ行くねん。どこ行くねん。あかん、こっち、まだダメ。あそこは食べてないでしょ。黄色と青が光ったよ。運動性と知性。知性低いなあ。そっか、これが関係してるんだ。思考力、想像力が青色だから知性で、ほっとくとどっか行く。うん、
基本セレクトで止めとけばいいのか。ね、そして攻撃性が攻撃力と防御力。ん？攻撃性が上がると悪いことでもないのか。だって攻撃力と防御力だもんね。悪いことじゃないんですね、この攻撃性って。グレる意味の攻撃性が出ました。この8ってゼロにしなきゃって思ってたんだけど、そんね、あ、出た出た、数字出たわ。グレる？じゃああんまり攻撃力上げすぎてもいけん？やっと出た、ごめん。出ました。ストレスは溜まってないよ。1。体力、気力。気力？やる気ってことかな？気力って。思考力2ってやばくない？考えたら負けだと思っている。2とは溜まげたな。こっちこっち。ここ何があったかな。プリン食べるか、朝ごはん。朝ごはんを食べ。そう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 。あー幸せだって。あ、もったいない。そうなん？あれ、燃料的なもんじゃないんだ。あ、ストレスゼロになった。ストレスマックスで使う。はーい。この木はどうするんじゃ？木の棒、持ちますか？なんだこりゃ。持って持って。木の棒待って。お店で買える。了解です。違う違う違う。あ、殴っちゃった。もう一回。あ、怒った怒った。あかん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 。いや、殴るつもりはなかったんだけど。そう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 、かっこいい。今のでいいんすよ。かっこいいじゃん、ピーノ。靴、ひろにちさんいらっしゃい。かっこいい、かっこいい。みんなダメ、絶対。はーい。これなんだろう。洗濯機かな。食べようとするのをキャンセルするときも殴る。うんうんうん。さあ、いよいよ18番ホールです。いいよ、吐き出させることができる。うんうん。自信、信頼、思考力ゼロ。思考力ゼロ。木の棒。オッケーオッケー。考えるのをやめた。あ、ちょっと待ってね、離席します。すいません。